やっぱりイギリス車はデザインこだわんないと。こんにちは、セミクロです。今回はレンジローバーベラールに乗りました。ベラールはレンジローバースポーツとイヴォークの間に位置する海外の基準でいうところのミドルサイズ SUV で、全長 4820mm、全幅 1930mm、全高 1685mm と、まあ個人的には扱いやすいといえるギリギリのサイズ感かなというふうに思います。最近のレンジローバーらしく全体がつるんとしていて海洋哺乳類のような印象があります。ドアハンドルまで使わないときは隠れてしまうという徹底ぶりで、これは空気抵抗の低減にも役立っていると思われます。ディメンションは異なっているものの、特にも最近のランドローバーはモデル感でイメージが統一されており、遠くから見るとレンジローバースポーツなのかベラールなのか、まああまりよくわかりません。実は私、カーグラフィック TV を毎週欠かさずに見ているんですけれども、その番組では非常に高い評価がされており、またレンタカー屋さんのキャンペーンで安く借りれることができたことから、今回はこの車となりました。まあ、前からご覧になっている方ならわかると思いますが、ランドローバーって全然再生されないんですよね。完全に自己満足の動画だと思ってご覧ください。今回乗車した車には、ピレリのスコーピオンベルデが装着されていました。ホイールはこの車の場合20インチのものが装着されています。エンジンは直列4気筒の DOHC2000cc のディーゼルターボで、最高出力180馬力、最大トルク 43.8kg です。日本仕様の場合、この他ガソリンの直列4気筒 2000cc と 3000cc の V 型6気筒があります。V6 は380馬力を発生します。まあ、個人的には、海外仕様にある直列6気筒のディーゼルエンジン、これが一番気になるというか、この車に一番マッチしてるんじゃないかなというふうに思いますけどね。それでは内装を見ていきます。アクセルペダルとブレーキペダルですけれども、こんな感じで、ちょっとアクセルペダルがなんかチャチいような感じもしますけれども、一応この車イギリス車ではありますけれども、まあ左ハンドルベースなので、こういう風になってるのかなってところですけれども、中央の液晶画面にこうやってオープニング画面が流れますね。ステアリングも皮巻きで、もうこういったところはもう当然のようにソフトパッドで、ここもソフトパッド、ここだけがちょっと硬いかなっていうところですね。シートも、革で、で、なおかつ、ステッチがですね、こうやって平行に、まあ、ここは平行じゃないですけども、何本か引いてあって、肘置きの部分もですね、こちら革ですね。センターコンソールの収納は、もうここ開けるんですけれども、ここ2つに分割して開くんですが、なんかすごく硬いですね、動きが。まあ、それはいいんですけど、この中に映像出力の HDMI と、それからマイクロ SIM、SIM カードが挿せるんですね。そして、充電用の USB が2つ、シガーソケットですね。音声コマンドっていうのがあって、まあ、こんな感じで、ナビとか音楽の再生とかのですね、音声でできると。岩手県盛岡市大通り3丁目に行って。岩手県盛岡市大通り3。場所を設定するために、完了と言ったり、住所の一部を追加して住所を完成させてください。完了。目的地を設定しますか？はい、またはいいえで答えてください。いいえ。コマンドをキャンセルしました。メーターの真ん中の部分、これもいろいろ設定でですね変えられるんですけれども、ちょっとこれを説明したらあまりにも時間がないというか、私も全部把握しないので、ここはちょっと割愛しますね。で、この下のタッチパネルはエアコンとか、あとは車の走行モードの設定ができるタッチパネルになってます。この下の部分ですね、空洞になってて、まあ、ここにスマートフォンなんかを置けたりするんですね。コンフォートモードがデフォルトになってるんですけれども、まあ、エコモードだったり、あとはダイナミック、峠道なんか走るときはダイナミックですね。そして、草地、砂利、雪、これは泥、わだち、こちら砂地と、まあ、あとはシート、これシートヒーターをそれぞれの場所で設定できるということですね。それからジャガーとかランドローバー、最近ものでおなじみですけれども、セレクトダイヤルというんですかね、エンジンをかけるとニョキッと出てくるタイプです。これを回していくことによって、リバース、ニュートラル、ドライブ、スポーツという感じになります。ちなみにリバースにしても音は鳴りません。バックブザーはないタイプですね。で、私本当にこの感じ、
このイギリスらしいこの洗練されたシンプルなインテリア、本当に私好きなんですけれども、そのシンプルすぎるがゆえにというか、ちょっとデザイン重視すぎる弊害があるなっていうところを結構ところどころ感じるんですよね。例えばここ室内灯なんですけれども、あのタッチパネルで、多分静電容量式のタッチパネルだと思うんですけれども、こう触れると電気がつくんですよ。だけど、まあ、今は明るいからまだわかるんですけれども、まあ、でもそもそも明るくても何どこがスイッチなのかもわかんないし、どうやってつければいいか最初わかんないですよね。怖いのがここに SOS のボタンがあるんですよね。どこだどこだって探して、これをボチッと押しちゃうんじゃないかっていう怖さがちょっとあると。その本当このミラーのデザイン一つとってもいいですよね。この縁がすっごい薄い感じ。やっぱりイギリス車はデザインこだわんないと。多少のね、不便さはね、まあいいのかもしれないです。デザインのためだったら。サンバイザーには鏡がついていてライトもつきます。そして助手席側も同様ですね。それでは後部座席に乗ってみます。あの、段差がものすごい高くて、足をかなり上に上げないと乗れないですね。お年寄りはかなりきついかもしれない。海外のセレブとかが結構レンジローバーから降りてくるシーンとか見たりしますけれども、そんなに苦労してたかなっていう感じですね。ベラールだけなんですかね。ドアポケットがあり、前の席の後ろのところに、まあ、書類を入れるような感じのスペースがある。ちょっとなんかこのつけるのはいいんですけど、もうちょっと質感なんとかならなかったのかなっていうところでもありますね。まあ、あとちょっとここら辺もなんか若干レンジローバーって考えたらちょっとチャチーかなっていうところもあるかなと思いますね。まあ、ただこういう内装内張りみたいなところは、まあさすが前の席と同じクオリティで、まあ、こういったところのデザインもすごく特徴的でいいですよね。この部分を開ければドリンクホルダーが出てきます。で、座り心地非常にいいですね。外車らしくというかちょっと固めかなとは思うんですけれども、サイズもそれなりに大きくて、まあ、4人までだったら長距離移動全然苦にならないんじゃないかなというふうに思います。結構包まれ感もありますね。まあ、スペース的にはまあ、私身長177で自分の適切なドライビングポジションにしてる状態ですけれども、まあスペース的にはそこまでそんなに広くはないかなとは思いますけれども、まあまあ必要十分かなというところで、ラゲッジスペースを見ていきます。うん、やっぱりすごく広いですね。全長が4m80 くらいで、カムリより若干短いぐらいなんで、まあ思ったよりそんなに長くはない車なのかなと思うんですけれども、まあさすがやっぱりレンジローバーだけあってこれだけのスペースは確保されています。こういったところにもフックがあったりとかで、床下は収納スペースになっていて、パンク修理キットが収納されてますね。このレバーを引くと後部座席が倒れると。それから着脱式のトノカバーもついてます。なんか知んないですけど、これ触ったら手がベタベタになりました。もう前も後ろもピシッと閉まる感じがして、非常に質感が高いですね。合成感があります。後編ではレンジローバーベラールの走りや乗り心地を検証していこうと思います。